じゃあ、台湾で占いして3年後の婚期を逃すと次は7年後って言われた。うん、そうそう。まあでも3年後やったら何歳？今年20歳が23。22? え、でも22か。そう。でも22は早いし、さすがに。え、7年後でちょうどよくない？そう。しかも私全然結婚願望ないんですよ。やろうな。なさそう。全然、もう興味がないから。アイリが結婚してなんか誰かと一緒に暮らしてるとかなんか、うん、そう。想像できないんですよ。だって私本当に興味ないから、うん、そういうのに。そうなんや。だから、ね。でもあの、ミオリンと一緒に占いしたんですよ。うんうん、じゃあ、その時にミオリンがすごいなんか衝動的に駆られやすいから気をつけてねってすごい言われてて、ミオリンが、って言ってた。ミオリンってずっと言ってましたね。そう。そうなんや。意外、意外です。意外やな。うん。占いとかでも私、いつやったの？シーン？いや、一回に、一回、東京の番組でやって、そうやって、その、なんか、めっちゃ、もうズバズバ言われて。嘘。何もうまくいかないみたいな感じやって、まあ、ほんまその後はうまくいかなかった。そう。当たってるやん、めっちゃ当たってて、そう。そう、何もうまくいかない時期が来た時は、その占いの後でした。ああ。うん、しかも2回行ってん、その時。タロット占いもしてん、別の番組で。その時もなんかやばくて。なんか敵に回すみたいな、まあ、やつがいっぱい出て。うん、怖い。そう。でも今行きたいな。今なんかめっちゃ良さそう。そう。あ、そう。うん、今最近良くて、うん、なんかファンの人にすごいそういうの分かる人がいて、うん、なんか良くなるよって言ってもらったから、あ、できるのかなと思って。占いってでも当たんねんな。怖いよな。当たりそう。そう。でもなんかそういう気持ちになるしな、言われたら。そう。余計な。怖いよな。心理的にね。ね。